生きがいとかいうのは英語にも入ってるんですか？入ってますね。おそらく、あの概念多分出だしたのが多分ちらっと聞いたことがあって、はい、日本語から英語になった言葉がたくさんあるんですけれど、うん、生きがいなんていうのはやっぱり仏教と関係があるんでしょうか？生きがいっていう言葉で、あの、ね、あの4つのこのサークルがあって、一つはあれですね、自分がしたいこと、自分が好きなこと、はい、自分が得意なこと、はい、それでお金がもらえるか、はい、でそれが社会が欲しているものかの、はい、あれですよね、人のためになるか、人のためになるかですね、はい、あの、まあ、4つなの、それで一番4つの円が全て重なるところが生きがいだっていうのがあって、あれって非常に西洋的な見方だなと思ったのが、何でも分解するよね、あの人が、ね、分析しようとするよねっていうのが一つ思ったことと、あの表って本当に生きがいに当てはまるのかなって僕考えたことあるんですよね。で、生きがいって我々の概念から言うと、別に得意じゃなくても好きなことだったらいいじゃないってとこもあると思うんですよ、ね、そうですよね。で、お金にならなくてもいいじゃないってとこもあると思うんですよね、確かに、あの4つ真ん中というのは西洋的ですよね。そうですよね、僕なんかはやっぱり生きがいといえば、好きなことをやっていれば楽しいし、うん、好きなことをやってご飯が食べられたら最高だと思うので、うん、まあ、他のところは比較的比重が少ないように思いますけれど、うん、まあ、とりあえずなんか自分が好きなことをなんか没頭できるものが生きがいだと思ってるわけであって、別にそれが他人どう言われようと、それが下手なのかうまいかってことはあんまり関係ないような僕は気がしてて、そうですよね、なんかそれをなんか無理やりああいう概念化されたものを、で、あれが日本に出回った時も僕が思ったのが、日本人って舶来物に弱いよなと思って、ね、エディス・バイスコフでしたかね、あのオーストリア人の心理学者も言ってて、その避けられない苦しみの負担っていうのはどん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 今増加して、それはどういうことかっていうと、みんな不幸せでいることを不幸せだと思い込んでるからだと、で言ってみれば不幸せであるってことも人間の一部であるわけだから、そう思います。だからそういうところを全体で捉えることって重要じゃないのかな。今で言えばインクルージョンですよね。そうです、ですからいいことも悪いことも世の中にはあるんだから、全部ありのままに認めて、受け入れたらいいじゃないかという考えですよね。そうですね。僕昔読んだ本の中で印象に残っているのは、確かロマン・ロランだったと思うんですけどね、あの人間にとって必要な勇気はたった一つしかないと、現状をありのままに素直に認めてそれを受け入れることであると、うん、これはなかなかええこと言ってるなと言って思って、うんうん、あの人間ってついつい嫌なものは遠ざけようとするじゃないですか、うん、でも遠ざけても世の中は一定なんで、うん、どこかにあるわけですよね、うん、全体最適を考えたら、人間が嫌なものを遠ざけるんじゃなくて、みんながちょっとずつ引き受けて共にやっぱり暮らしていく以外に方法はない気がするんですよね、うん、今おっしゃったことで同居は似たような考え方があって、はい、あの右手と左手の話で、はい、右手も左手もええとこもあるし悪いとこもあるあります、はい、で、それでもその右手のいいとこ悪いところ弱いところを消し去って、左手の悪いところも消し去る、でそれで真ん中の手を作ろうではないかって話があるわけなんですよね、でも真ん中の手を作ったけどそれでちゃんと機能する、人間機能するのかってしないって話なんですよね、しないですよね。でハーモニーっていうのはこうやっぱりなんかいろんな人たちが一緒にここにいて、それでいいわけであって、みんなが同じことをやらないとダメってわけですね、だからそういうところって APU ってなんかこういろんな人がこう一つにいるっていうところで、はい、
で、それでみんな同じようにするんじゃなくて、そこでみんなこのいろんな人がしてええじゃないかというところで、でだからそこにいいも悪いとかじゃなくて、いろんな角度から見たときに、別にそのある角度から見たらこれはいい悪いかもしれんけど、逆の角度から見ると今度それが逆転するかもしれない。価値が逆転するんですよ。ですよね、だから僕よく言うんですけど、長所短所というのはないと言って僕は思ってて、個性なんだと、だからある価値観で見たらその人のこういうところは長所にも見えるけれど、別の価値観から見たら短所にもなるんで、その長所を伸ばして短所をなくそうという考えはありえないと、長所を伸ばせば短所も伸びるんだと、そういうふうに思っていて、だからある意味では近代の文明ってやっぱりセパレーションというか、分けて管理しようという考えが工業社会ではすごく強かったですよね。例えば産業革命以降は工場で働くためにはまあいい言葉かどうか分かりませんが、五体満足な人がやっぱり工場労働には適してるんで、そうでないハンデを持つ人はセパレートしようと、でもセパレートしてもその人たちは一定の割合でいるわけですから、そうじゃなくてやっぱりいろんな人を含まれているのがですね、人間社会なんで、やっぱりセパレーションに対する反対語はインクルージョンですよね、あるいはハーモニーですよね、やっぱりその先ほど名前出されたダーウィンがやっぱりその最初は適者、ね、生存みたいな考え方だったけど、晩年にいやそうじゃないよねって、やっぱりその生存っていうのは進化っていうのはグループで、人間の場合特にグループだし多様性であるって最後に気づくわけですよ、だからいろんな人間がいて言うわけであって、でそのなんかこうその環境に完全に特化したものっていうのは逆に脆くなるわけなので、そうです、まあ、最近読んだなんか、ね、その記事なんかも、まあ、無駄こそ進化を作り出すというのを、ね、そういう話っていうのがあって、無駄なものほどその進化のために重要なものなんだって、